回の企画ガマゴーリの旅。ガマゴーリ亡くなった場合は即帰宅です。マジ、はい、やめようかな、ボートレース。冷静に、よし。はい、皆さん、明けましておめでとうございます。はい、ということで2023年一発目の動画になるんですけども、今年も精一杯頑張りますので、皆さんご視聴よろしくお願いいたします。ということで、何やるんですか。新さんには今日2泊3日分の準備をしてもらってますね。はい、それだけ聞いてるんですよ。とりあえず2泊3日撮影するので、2泊3日分の着替え、を準備してこいということだけは聞いております。はい、新春旅地、はい、2泊3日ガマゴーリの旅。ガマゴーリよいしょ。なるほど、ガマゴーリ2泊3日旅打ち切るんですね。はい、そうです。はい、ルールの前にこれが今回の分析ですね。あ、いいんすか、いただけるんですか。はい、先にお渡ししておきます。ありがとうございます。はい、じゃあ確認するよ。はい、結構厚いね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 万円ですね。はい、10万円もらえるの。でもしんさん、2泊3日ですよ。確かに少ないね。1日5万円もいけないってことか。俺の動画にしては少ないね。なんで10万円にしたかっていうと、うん、まあ、シンさんは大体分回し、いつもだったら20万円以上の投資ですよね。そうだね、12レースで20万円以上投資してるね、1日ね。シンさんは多分お金の感覚が狂ってる一般人の俺からしたら20万円を1日で使うなんてありえない話なんですよ、うん、なるほど、そうだね。今回はシンさんにはお金のありがたみを知ってもらおうと思います。なるほどね、まあ、とりあえずこれをもらえるってことね。はい、軍資金は今渡した10万円です。電車賃以外のすべてその資金でやりくりしてもらいます。あ、電車賃はいいんだ。はい、ってことは食事代、宿泊費、あと軍資金か。はい、これは10万円ってことね。はい、3日間で、1日の最低投資金額を決めます。なるほど。はい、1日最低で5万円軍資金で使ってもらいます。じゃあストレート負けしたら3日間入れないってことですね。そうですね、亡くなった場合は即帰宅です。マジ、はい、2泊3日って言ったけど1泊2日になるかもしれない。企画倒れじゃんそれ。ちなみに、はい、じゃあこの目標とかあるんですか。目標はそうですね、じゃあ3日間終わった時点で今ある10万円以上にしてください。全てやりくりして10万円以上にすればいいのね。はい、あー、なるほど。もし10万円以上にした場合、超えた分はもう好きなもの買って大丈夫なので。いいの。はい、マジ。じゃあこれ50万円にしたら40万円好きなもの買っていいってこと。もちろんです。マジ、それ熱いね。ちなみにシンさんは何か今欲しいものあるんですか。まあでも俺最近ハマってんのが、見てスニーカー。そう、俺最近ハマってんのがスニーカーないので、これいくらすると思う。多く見て3万とかでしょ。そう思うじゃん。8万円します。8、靴だよ。で、俺養分なんよ。養分なんだけど、かっこいいスニーカーを集めるのにハマってるんですよ。ガチでいいやつ使ってプレネで20万とかするんだよ。20、うん、靴に。で、俺もそれまだ勇気出てないんだけど、じゃあ今回買った額に合ったプレネのスニーカーをちょっと購入してやろうかなと思います。じゃあちょっとこれで本気で勝ちいきたいと思います。目指せトラビス・スコットスニーカー、イエイレアなんですよそれ。わかんない、はい、さあ、ということでまずは豊橋で乗り換えなんですけど、ちょっと時間あるんで、腹が減っては戦はできぬということで、豊橋名物食べに行きたいと思います。まあ、豊橋は結構俺何回も来てるんで、蒲郡行くときに、まあもう庭みたいなもんすわあ、並んでるかもしれん。来たで、この器からもう優勝でしょそしてこの初めて来るのにその店の柱を頼まない男、その店を支えている柱を絶対頼むんよ、初めての店って。スープからいいじゃん。どうぞ。見てこのとろみ、このとろみよ。わっ、これ濃厚そうに見えてあっさりしてるんですよ。よいしょー、うめえ、うん、やばいやばいやばい、紙エプロンもらわないと。
あ、こうなった。うん、うまい。上橋来た人はマジで食った方がいい。見て、このうどんをがなくなった頃ぐらいに出てくるこの米がそこに埋まっとるんよ。だからこのカレーの汁をいかに最後まで楽しませてくれるかっていうこの気配り、一流の店だわ。やっぱ紐抜きも許さないっていうこの最後まで流し込むっていうこと、しっかり三着流してるから最高っす。はい、じゃあ到着しました。今日の一応プランとして大事に使わないといけないっていう企画なんで、救済処置のレースを1レースを俺用意しようかなって思います。なんでこれ失ったらまずいぞっていう時にはガチガチいきます。今日の番組見る限り後半が硬そうなんですよ。すげえ、特に10と11、その前までに決めれればベストだけど、無理だった場合は救済処置して、まあ、明日以降につなぐという感じかな。ちょっと進化した予想を見せるわまあ SG が3月にクラシックがあるんですけど、そこまでにやっぱ自分のスタイル、2023年の僕のスタイルを確立させて、ちょっといろんな買い方も試しながら俺は行こうかなと思ってるんで、ちょっと頑張ります。さあ、では一発目の勝負レース4レースここにしました。1号艇の田中京介選手、印象率 60% で3着内率が 96% ってめちゃくちゃ高いんですけども、まあ、理由として直近イン10走を見てもトップスタートが半分以上あるっていうところで、スタートは遅れないけども印象率が 60% しかないってことは、3幕外して刺されることが多いっていうのが分かってるんで、負けパターンはここを狙ったんですけども、この中でコース別勝率一番高い5号艇の国崎選手、コース別勝率 20% あってまくり出しもうまい。さらにその隣の4号艇の鈴木選手のコース別平均スタートタイミングはコンマ22とめちゃくちゃ遅いんで、4がへこめば展開も向くというところで、1はしっかりデータ通り残すけども4が遅れて5がまくり出してくる展開ですね。1号、資金配分しっかりしてます。5-1、この資金配分、5が絞っていった場合は最悪1飛ぶ可能性もあるんで、5-2-6の1-2-6、これ資金配分してます。ちょっと5号艇の1、2着軸でしっかり資金配分して勝負しました。じゃあ投資金いくらですか？投資金はね、18,000円。まあまあ無難にいったわ。だって5万円だもんね。はい、ちょっと最初は無難にいったいきなりちょっとね3万勝負はできない。じゃあレース見ていきましょう。了解。まずはデータ通り4が遅れて、そこからスタートだね。さあ国崎頼むぞ。国崎行け。国崎行け。うわー、4の方が優勢。いや2がやばい、まくる。それはえぐい、時間まくりか。来たよこれ。見た。マジ。いや無理ゲーだ。コンマ22の選手来たんだけど。無理すぎる荒れ方してるよ。いや3だわ。いやマジこれ無理だ。お金大事にするとか以前にこんなのは取れるわけないよ。やめようかなボートレースそのレベルだよこれ。600倍か、まあそうなるよね。釣り合わんもん600倍でも。やめようかな俺出てやんないんで。いや無理だこれは無理。なんだそれ。新さん、また勝負しないですか？大事に金を使えっつったのはあなたじゃないですか確かにそうなんですけど、いやマジでね、行ける時が来たら必ず行くから、もうちょい我慢するわ。後半3本のうち多分2本やる。まあここに絞ってもいいんだけど、もし行けるレースが来たら行きます。絶対。わかりました。はい、大事に行くよ。大事に。はい、じゃあ本日2本目の勝負、ガマゴーリの9レース、まず和田選手印象率7割あると、まあ、一般戦の中に入ればイン信頼できるということで、ここのイン逃げ本戦にひも割れ狙いで、狙ったのは5号艇の増田選手。今節の船足を見る限り道中の足がすごいいいんですよ。ピット板
離れ展示で遅れて6コースになったんでオッズがガクッと落ちたんですけど、前走はしっかり出てたんでコース主張できれば3着あるんじゃないかということで、1流し5資金配分、唯一の逆転候補は船足がいい2の差し215、これも5を信頼してます。はい、5号艇の3着付け、これで勝負しました。ちなみに5コースのボーフロデータのイン逃げ時の3着内率直近1年間 44% あったんですよ。かなり高いですね。そうなんですよ、だから5コースさえ取れれば立ち回れる腕はあるはずなんですよね。取りました、イエス、行く判断してよかった。これあとは 44% さばくだけ、今節の船足を加算すれば、58% 2回に1回超えてる大丈夫だ。ちなみにこれ破壊力はしっかりあるんで、先発近く見える回目なんでさばいてこいよ、ビタゾロでいいよ、で道中さばいてこい、ビタゾロいで道中さばく、うわ待て、和田健お前それやってねえか、和田健がやってるよ、それはきつい、だったら残して215、サイズ突っ込め、いやー行き場ないか、いやワンチャンス、ワンチャンス、いやー厳しい、和田健動画遅れて時間前行かれたわ、で2着残してんだけど3が 5番じゃないとワンチャンスないか、やり合え、やり合え、入ったろ、さばいた、よし、さばいたぞ、そのまま来い、道中の足はいい、大丈夫、冷静に行け、おっと5番と6番あたりがかなり牽制し合っている、冷静に、よし、よし来た、展開違ったけどしっかり道中さばいた、よし OK、 危ねえ、1点だけ押さえておいて奇跡起きた、いやすごい素晴らしい、危ねえ、いやこれ10万超える、うん60倍ついてたんで絶対、そんなでかいすー時間まくりされた瞬間終わったと思ったわ、よし68マイル、ちょっとついてる、先輩超えたよし、あぶね、道中よくやったナイス、初日はとりあえずこれしのいだんじゃない、行きましょう、払い戻し OK、 じゃあまずは一発目、はい、ちょうど先輩だ、これでもう10万近く、今日10万以上買ってますよ、10万以上か、はい、調子に乗らずにまだお金ありがたみをちょっと感じながら行きます、はい、ありがとう、お前大事だ、はい、ということで、一番最初に10か11で救済処置取っとくって言ってたじゃないですか、処置はやめます、ただですよ、今ちょっと前半のレースバーッと見返してたんですよ、そしたら11レースに関しては展開的にはあってもおかしくないですよ、結構その紐割れまたは穴展開が、なんで救済処置予定だった10は見送って11はおそらく買います、で12は穴ありそうなんで、まあ、だから11、12両方やるか11だけやるかどっちかでいきます、今現在投資が3万1000円なんで、3万1000円、あと最低でも1万9000円は投資で使ってください、あーそっか、ルール忘れてたわこのまま帰ってもいいと思ってたわそうか、だからあと最低は1万9000円投資ね、はい、わかりました、はい、では11レース、まあ、狙った理由として4号艇の後藤政宗選手、前半の陰線のこれレース映像抜いといてほしいんですけども、スリット後めちゃくちゃ伸びてたんですよ、スリットの体型から明らかに後続突き放してたんで、やっぱ直線の足はいいと思うんですよ、で4コースの実績も全然あるし、2号艇の鈴木選手の船足が相当悪いっていうのと、3号艇の殿崎選手も今節スタート見えてないんですよ、ってなった時にもちろん柳沢選手の陰線は相当信頼度は高いんですけども、攻めてさえいけば外枠勢の一発があってもいいんじゃないかなと思ったので、もう素直に角まくり展開で買いました、これがまず大本線でしょ、415の6、4615の順に試験配分、
5号艇板橋選手のまくり差しは5146146を資金配分、これ大本線、特に514大本線にします、514の6最後に5614、まあしっかり回収できるんで、まずプレネスニーカー1個はかくらせますわまだ全然負ける可能性あるんで、ただあと一発当たればプレネスニーカー1個は確定するんで、これで確定させれるように頑張ります。絞ることさえすれば何かあるはず。スタート。いや、行ってる。行った。いやー無理だ。てか3が。いやー無理だ。絞んのが遅い。いやー1号だ。届かねえか。届かねえな。いやー3号艇がもうちょい混んでくれてれば可動系になっちまったな。どうしようかな、田村の陰線迷うな。なんか普通にもちろん陰逃げ切られるんですけど、陰勝率 50% ぐらいしかないんで、でももう2日間のが全部5、6着でここまで負けると穴中穴になると思うよな。だからオッズ次第で決めますわ。さすがに前半で負けすぎて釣り合わないオッズになるようだったら見送ります。ちょっと吟味しますわ。一応条件はこれで満たしたっしょ。はい、はい、はい、じゃあ最終レース結局ちょっと買いました。まあイン逃げ嫌って勝負したんですけども、船足いいのが236でここを逆転候補に考えたんですけども、さすがに6コースは遠いので頭厳しいというところで2か3で考えたんですけども、3号艇の長井選手さすがにこれ売れすぎ、314とかで20倍しかないくてまくり差しめっちゃ売れてるし、1が飛んだとしても、満州つくめがほんと少ないんで穴人気すぎてるんで、もう大穴2号艇の松本選手どこ来てもフル満州なんで船足はいいと思っているんで、ちょっと期待値でここ買いました。23流し、西頃の13で追加購入はこれで2イサシ、これフルマンションなんでどこ来てもエグいっす。特に2イサシイサシはもう完璧、これでいきます。はい、了解。これで2号艇がぶっ刺すところを見てチェックメイトして帰りますか。もうこういう時はね、俺の経験上逃げるか大穴どっちか、なんか1が張る展開になってくれればごっつぁんなんだけどな。よしよし、いいぞ、腰1、3に行かれんなよ、3に行かれんなよ、よし、いや厳しいか、行かれるか、いや逃げた、いや逃げた、たらればだけどマジ見送れよかった。まあでもめちゃくちゃ落ち着いてたしな、勝負して正解か。スタートでだいぶ行かれたけど、まあ見送ってうわーに刺したとかって、まあ、後悔するよりはいいでしょう。そうですね、うん、とりあえずじゃあ初日は一応勝利で退散という感じでとりあえず出ましょう。はい、お疲れ様でした。ということで、いくらぐらい収支？6万勝ちぐらいだっけ？そうですね。まあ初日ということで、無理はできないということで、パワー寿司で今日は食べたいと思います。まあ昼にうまいの食ったしね。そうですね。はい、で、なんとしても俺、いい靴買いたいんで、できる限り金残したいんで、余裕あるよね。だって、着いた時点で9万しかなかった。9万8000か。初日にしては上々、上々の仕上がりだね。しかも今日ねマジ苦しかったからね。だってボートレースやめたくなったあのレース以外マジで硬かったんで、船足もしっかりちょっと今日ホテルで研究して明日以降ぶちかましたいと思います。はい、はい、お疲れ。お疲れです。今日はなんとか帰宅は免れそうですけども、野宿も視野に入れてましたがぐっすりと寝やすお疲れした。もう終わり、うん、チェックメイト
よーし、よーし、いったいったいった、来た。